プジョー905、プジョー905は1991年のスポーツカー世界選手権 SWC 参戦用にプジョーが製作したプロトタイプレーシングカーである。905はプジョー初のグループ C マシンであり、1991年より本格導入されるカテゴリー1、3.5リットル自然吸気エンジン、最低車重750キログラム、 使用燃料送料規制し規定で製作された。カーボンファイバー製のシャーシは、ほぼ回一化されている。モノコックには、ノーズコーンが存在し、コックピットのサイドシルをドライバーの肩付近まで上げたためドアがなく、ドライバーはガルウィング式に開く、側窓からコックピットに乗り込む。製造は、航空機メーカーの脱走。エンジンは、 自然吸気3.5リットルの80度 V 型重機筒、内径ファイ 91mm 工程 53.8mm のショートストロークタイプ。トランスミッションは縦置き6段。サスペンションはダブルウィッシュボーン。ラジエーターはコックピットの両側にあり、フロントカウルからダクトを通して吸気している。1991年シーズン用に各部軽量化。 エンジン及びギアボックスの改良、パワーステアリングの装備などが行われた。ジャントッド監督率いるプジョータルボスポールは、パリダカルラリーで1987年から1990年まで4連覇を遂げた後、1990年にスポーツカー選手権への参戦を発表した。オフロードからスポーツカーレースへの転身という興味に加えて、 元海一チャンピオンのケケ・ロズベルグがドライバー陣営に加わるという話題性もあった。デザイン担当はアンドレ・デコルタンズ。1990年は世界スポーツプロトタイプカー選手権 WSPC の終盤2戦に参戦。デビュー戦の第8戦モントリオールではリタイア。2戦目となる第9戦メキシコでは13位で完走した。 翌1991年から本格フル参戦し、SWC 開幕戦の鈴鹿で早くも優勝を遂げた。しかし同レースでデビューしたジャガー x j r 1 4の屋根付きカウル付きの2座席回1というコンセプトの前では勝利は困難と判断したトッド監督が全面改良とも言えるエボリューションモデルの開発を決意。従来モデルは 第4戦、ルマン24時間レースが最後になった。初出場となったルマンではあえて軽量のスプリントモデルで出場し、予選でフロントローを独占。決勝では序盤のレースをリードしたが、1台がピットで炎上、もう1台はコース中でストップし、2台とも6時間も持たずリタイアに終わった。ライバルであるメルセデスとジャガーは実績のあるカテゴリーに、 ルマン仕様のマシンを投入し、メルセデス・ベンツ C11 は1台が5位完走、ジャガー XJR-12 は3台が2位から4位までに入った。エボリューションモデルは、第5戦ニュルブルクリンクでデビューする。第6戦マニクールで早くも、ポールトイン、1から2フィニッシュと結果を残し、第7戦メキシコシティでも同じく1から2フィニッシュと、完全に、 トップコンテンダーに熟成された。SWC チャンピオン獲得、並びに、ルマン制覇を目指して挑んだ1992年シーズンは、開幕戦モンツァコソトヨタに優勝をさらわれるも、その後の5戦は、ルマン24時間レースを含め全てのレースをし、フル参戦2年目で早くも SWC チャンピオンを獲得した。最終戦マニクールでは、 空力面を大幅に刷新した、史上最も醜いシーカーと評価されるエボリューションにも、予選に投入されるが、マシンの速度と信頼性に欠けたため、結局決勝には出走しなかった。SWC はこの年限りで終了となる。1993年のレース出場は、ルマン24時間レースのみ、トヨタ TS010 との一騎打ちになったが、終わってみれば1から2から3フィニッシュの干渉。 このレースをもって、プジョー905、並びに、プジョータルボスポールの活動は終了した。この後トッド監督は、スクーデリア・フェラーリに移籍した。1991年の第5戦ニュルブルクリンクから使用されたモデルで、905からの違いは、新設計のフロントサスペンション、フロントウィングの追加、リアウィングの大型化、リアタイヤのスパッツの撤去、 ラジエーターへの吸気方法の変更、ヘッドライトのコックピット前への移設、エンジンの改良など。1992年シーズンに向けて各部軽量化、エンジンの排気方法の変更、マシン側面からリフューザー部分へ排気する方式などが行われた。最終戦マニクールでトラクションコントロールシステムを導入。百九十三年のルマン十四時間レースに、 登場。トランスミッションが予置機六段化された。1992年の最終戦マニクールの予選に登場。モノコックは新設計。空力面ではフロントを回一のようなハイノーズに成形し、フェンダーとの間の開口部へ積極的に気流を取り入れる形状に改められた。登場時はその奇怪なデザインからスーパーコプターの異名を頂戴していた。 トランスミッションは、セミオートマチック化された予行記録弾。1992年のシーズン前には、第4戦ドニントンから投入予定とされていたが、実際には、ドニントン戦前のテストで、チェイクダウンが行われた後、ドニントンではマシンが公開されたにとどまった。公開時には、フルオートマを開発中で、実戦投入は、鈴鹿以降と、アナウンスされた。 タイトル獲得後の最終戦マニクールで1号車のデレック・ワーウィックやニック・ダルマス組にエボリューション1とエボリューション2の2台が用意され、どちらをレースで使用するかをドライバーに選択させることになった。予選で実装したところ、エボリューション1よりもタイムが1秒以上も遅く、スピードが明らかに劣っていたため、2人は実績があるエボリューション1を選択し、エボリューション2は 決勝レースを走ることなく引退した。またこのレースを最後に、グループ C カテゴリーの世界選手権が消滅し、またその異様なフロント周辺のデザインから、史上最も醜悪なシーカー、グループ C にとどめを刺した、マシンと揶揄される有様だった。その後エボリューションには、ルマン・サルテ・サーキットの博物館に収蔵されていたが、2017年現在は展示されておらず、姿がない模様。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。